タイプ。はい、水タイプいきましょう。いきましょう。キャップバス、名前はキャップバスですね。子供ポケモン、タイプ水で、モチーフが、まあ、海賊になります。船長ですね。うん、僕が船長ね。はい、乗組員じゃない、乗組員じゃないです、船長になります。進化した、進化してちょっとなんか気品が出てきて、で、最終進化系、エドバードですね。あ、白ひげポケモンのエドバードですで、タイプが水に格闘タイプが追加されます。格闘で、夢特性が鉄の小道で、まあ、モチーフが、まあ、黒ひげエドワードティープなんです。名前がそのまんまエドワードから見て、まあ、エドバード、白ひげやけど黒ひげですという技が波紋の拳です。打った時にその水の波紋のような振動を相手に送ることによって身代わりを貫通する物理技ですね。内部から破壊する、内部から破壊します、波紋の力で。ちなみにこれ翼でボタンですか。翼でこうして、こうやってこうやってなんですごい筋肉量が、まあ、筋肉歩きってしても前腕と三頭がだいぶでかいそうです。肩も厚い、で胸も鳩胸みたいにがっちりしてて、足も太いんで、その素早さは控えめですね。あって60速とかそのぐらいで、その代わり攻撃指導値がだいぶ高くて、で耐久もまあそこそこ波以上ぐらいあるかなって感じですね。このクワスの帽子なのか、はい、髪の毛なのかは、もう帽子になります。帽子、あで、あの鉢巻きみたいなやつが、もう毛が鉢巻きみたいな形になっちゃっただけで、あれは毛です。か、髪の毛みたいな扱い、あれは髪の毛みたいな扱いですね。あのカイリティのパンツが模様みたいな、そんな感じですね。この、はい、マクドナルドの逆みたいなやつは、はあのヒゲになりますで、あの刃物拳は威力80の命中100の格闘技です。で、あと他にも、まあ、パンチが得意なんで、気合パンチとか、まあ、三色パンチ、ドレインパンチ、アフアブレイクなど、まあ、強力な物理技を覚え、かつ、まあ、ビルドアップっていう積み技をして、まあ、跳ね休めして回復するっていう戦い方ができるんじゃないかって感じです。あと鳥なんでブレイブガードもあります。やばそうやな、めちゃ威力高そうやな。まあ、その代わり素早さが低いんで、まあ、上から叩けることが少ないから、まあ、うまいことビルドアップを使って、まあ、ローブシーンとかみたいな感じで戦うんじゃないかっていう感じで、まあ、やっぱり海賊やな、ね、海賊ですね。このシルエットを最初見た時、はい、やっぱドナルド思い浮かべる、ね、ドナルドこれ今のところまだ水格闘はニョロホンとレンリキルラオスの2体しかいないんで、まあ、どうせ強いと思うんじゃないかと。はい、私のポケモンこれです。おぉ、ミクリーミクリー、そんなミクリーが似てないですかね。ちょっと目とか、うん、目とか、あの髪の毛とか、髪の毛の色もミクリーやすい。まあ名前はいいのがなかったんですけど、はい、グンパゴスです、はい、グンパゴス。タイプは水鋼、で、モチーフは青足カツオドリ。あ、はい、わかりますか。あ、はい、チャムスってわかりますか、キャンプメーカーの。ああ、わかります。あれが赤足カツオドリっていうことですけど、はい、で、これは青足カツオドリ、青と赤があって、あ、ペンギンやと思われがちなんやけど、はい、青足カツオドリで、なるほど、この羽の後ろが黒くなってないけど、はい、で、あと海軍。ああ、モドリゲスは海賊の戦士で、俺は海軍の中将で、あと怒り、はい、この見てもらえば分からないけど、羽が怒りの形になっとって、はい、あ、はいはい、あとあれ帽子のところ、ね、そうそう、帽子も怒りで、夢特性がゴエス。ゴエス、ゴエスあのクワッツが綺麗好きポケモンなの、はい、でどんどん綺麗好きが増してって、もう今もう髪の毛もポニーテールで束ねて、はい、前髪出とるけど、はい、あれおしゃれです、うん、で、まあ、ゴエスって言って、あの戦闘無定決戦争戦争戦争ゴエスを極めた。で、ゴエスの能力は、能力はあの毒、鋼タイプが入ってるのに毒無効っすか。そうですねなくていい特性ってこと。そういうことです。なるほど。こういう技はティアーアンカー、はい、80ダメージの 30% ヒル。ああ、ヒルミスか。これは怒りを落とすって感じですか。そう、怒りを落として、もう怒りを食らったら死ぬみたいな。ああ、はい、
最初この帽子が極輪っぽいんで、はい、キャラクターがね、はい、ここにでっかい別の個体を作ろうとも考えてたんですけど、はいはい、ヤドランみたいな感じ。そうそうそう、でも切れ付きあったらホークも持たせようとか、はい、唯一俺が描いたポケモンの中で女子受けも男子受けもする、はい、中性的な特性の帽子が気になる。台本名台本名いきますか。はい、水タイプの最終進化。まず名前からワレエサギ。ワレエサギ、まあ、ちっちゃい A が入るワレエサギで、詐欺師、まあ、ちょっと詐欺師ですね、はい、ワレエなのワレエサギ、はい、で、まあ、小ガモから、まあ、詐欺にね、はい、ちょっとモチーフを変えて、うん、特性が激流、そして夢特性が悪い手癖。悪い手癖、なんか言った感じはします。マニューラの夢特性、悪タイプ。そうですね、水悪なんで、固有技がワイルドキャノン。ワイルドキャノンっていうのが、まあ、水の塊をリーゼントからってます、ね、とかまあね、この悪い詐欺、まあ、ここ頭にリーゼントがついてるんで、はい、まあ、そこから水の塊を飛ばして威力が100、そして命中も100。強っ、ちょっとね、強くしてみます。ハイドロポンプ、ハイドロポンプよりかは命中はね、上がるけど威力が下がる。威力下がるっても威力10やで絶対きつかない。まあどっちを取るかですよね。はい、そこは。で、まあ、やっぱりね、一番大事なのはこのサングラス。サングラス、はい、サングラス。この髪の毛に埋まれてるサングラスかけてるんですよね。まあちょっとね、悪者をイメージした美脚も、ね、はい、美脚ちょっと女子受け狙って、はい、美脚にしてみました。アクアザは何か覚えてる？アクアザはね、まあやっぱりリーゼントから悪のハートをちょっと相手に飛ばしたり、でまあ一応ね、まあ、詐欺なんで羽もあるってことで、まあ、ちょっとこの羽が今こうやって閉じてるように書いてあるんですけど、まあ、これをね広げちゃったらね危険なんですよ。やばい、ちょっと威嚇されてるんで1に半分ぐらいになると広げない、バサバサバサってなったら、まあ、ちょっとやべえって、まあ、近づかん方がいい、ちょっと覚悟しておいてください。まあ、一応羽もあるんで、まあ、羽休めとかね、うん、もう覚えるんで。ただね、ブレイブバードがねちょっとね覚えられないんだと思いますね、多分ちょっと反動がブレイブはねギリあるんですけどね、ちょっと足が細すぎてね、その反動に耐えきれないんで、あと首も細い、首もちょっと細いんで、まあちょっと見かけ倒しの部分もあるんで、つつくはつつくは覚えるんですけど、まあちょっと反動がある技はね覚えられないんで、まあちょっとそこは、まあ覚えてエアスラッシュ、エアスラッシュ、ワンチャン暴風、ワンチャン、そうですね、暴れもあるんで、暴れるとかも覚えます。ドロボーは何レベルで覚えます？ドロボーは比較的もう16レベルで、あの進化したタイミングで覚えますね。あの高校生入りたてぐらいそう、まあ、ちょっともうやんちゃが入り出す頃なんで、まあ、ちょっとワレン詐欺がねと本命にさせていただきました、うん。はい、ヤングさんです。おお、ヤングさんクオリティ高いっす、かっけえな、これ好きやな。これ2個目、2個目、うん、これ確かクワッスがちょっと偉そうな感じするもんで、はい、2個目がクエリート。あーエリート、エリートになる、ちょっと偉そうからほんとにエリートになって、で最後こいつが賢者校、はい、あ、賢者、賢者、教授みたいな感じで、なんか首のクワッスのポコってやつも蝶ネクタイになってネクタイになるって感じで、へー、うん、おしゃれ、まあ、タイプが水飛行、おー、そのまま、そのまま行くわけ、おしゃれ。で、モチーフがハシビロコ、ハシビロコ、ハシビロコ、ちょっとみんなの予想してる感じとは別な感じで、ハシビロコとは座らなかったですね、青色のハシビロコで、まあ、動かない鳥っていう、まあ、種族値も HP90、攻撃のラジオの防御80、特攻110、特防85、素早さ90、素早さ90なんで、特攻が割かし高め、防御両方、まあまあまあ耐久がそこそこ、まあ、バランス系やね、バランス良さそうやし、でもタイプが水飛行なんで、フェンフラストラダイトやばいですね。フィリッパーとかギャラドスとかよりも一応速いのか。で、まあ夢特性がスタイルプラス、変化技を使った後攻撃技を使った時技の威力が 1.5 倍になる。
浅いところが難しそうな感じ。凝った頭使いますね。こういう技がフロッシュレイ。水全体攻撃で威力80の命中100、相手の上がっている能力ランクを1段階下げる。上がってなかったら何もならない。で上がってたら上がってる能力を下げる。なかなか面白い技ですね。フランキオニゴールに対してだいぶ髪の毛のマークはなんか博学的なやつにやっぱりなったんですか。変えてくるしね、なんか、うん、そうですね。帽子っていうか、ペアノさんセンスあるっすね、うん、結構やっとるっすね、ペアノさん。やってますね、しっかり影もつけて、はい、じゃあそれよりもプロのイラストレーターの永田さんのいきますか。はい、これです。おー、かっこいいっすね。あ、初めてじゃないですか、武器持ってるの。うん、レイピア、カッサス、レイピアやね。やっぱ水は武器持ってる。武器、今までのポケモンも武器ですもんね、はい、全部公式は言ってないけど、公式上そういう説があるんですね。火はで、水が武器で、草が絶滅動物だったから。で今回は武器で、名前がグアルニル。ああ、グングニルね。どこだ。でタイプ水アク。あ、一緒じゃないですか。今のところでモチーフが海賊と本命なんで、やばい、海賊、ね、海賊なんや。自分と一緒ですね。で属性がノーガード、怪力、怪力と一緒ってこと。お互いの技が全部必中になる。なんでまあグングリングですね。必中の槍なんで、で手の剣、固有技ですね。タイプ水、威力85、命中100、相手の能力ランクを無視して攻撃。あ、へぇ、防御上げとっても、そうそのまま貫通ないの。それもグニル、グニルってもんで、リリラリアットの水バランスで、カモからカモメになるんや。はい、飛べるかな、こいつは。ちょっと武器も水で作られた、これ水で作られたおしゃれですね。髪の毛から入れてる水、もうちょっとおしゃれ、おしゃれの、ちょっとリーダー狙ってきましたから、これ、うん、おしゃれ要素。帽子から出てる前髪は俺のドン、なんだっけ。あ、俺ドン、なんだ、あ、グンパゴス、全然違うんですか。グンパゴスとちょっと同じ、この髪、この出てるやつ。これはちょっと長田との戦いは厳しいものになりそうね。かっこいいっすね、なんかさ、グローブかなんかですか、この濃い色のやつ。なんかマントっぽいの、マントっぽいですかね。この首の毛が進化して、あ、そういうことか。詐欺に似てるね。え、詐欺っぽいね。見た目ちょっと詐欺っぽいっすね。カモメって言っとるけど、立っとるし、はい、足も長いんで、はい、2個目はどう。2個目2個目なんかちょっとなんか、あれっすね、なんかだいぶなんかちょっと変わった印象を受けますね、1個目から。なんか一気に進化しましたね。長田結構2個目変えてくるね。はい、青りんごさん、水のみの登場になります。なんか理由があるんですか。この水タイプを見た瞬間に、はい、もう可愛い、あ、なるほど、これを選びたい。でそれだけならやっていい、ね、絵はないです。青りんごさんもこの能力と名前とモチーフとかだけでもうめちゃくちゃ自信あるらしいんで、おそれだけでもう多分名前ピタリ賞で優勝狙ってくる。ポイントやばいですね。それを狙ってくる、はい、こちらです。ダクレイズ、ダックとパイレーズ。やっぱ海賊なんですね。うん、海賊で水が悪タイプ。あれ一緒だ、今回長田もそうだよね。で、CKB と、うん、で、技が攻撃、はい、悪タイプの技、特殊系になる。威力50の2回の物理攻撃。あ、物理なんで非接触、弾系の技、弾を飛ばす、確率で相手の防御を1段、はい、これは2回目の終わりにあの、まあ、運よければ1個ダウン。あ、1個目はその確率が働かない、うん、働かないらしい。2段階ダウンすることはないらしい。2回目だけダウン。特性は指揮官、自分の能力が下がらない。自分の技で相手の能力を下げるとき 100% 下げる。あ、じゃあ固有技が確率じゃなくて 100% になるってことです。うん、あ、そういうことやん。強くね、絶対1段階下げるには。じゃあ、あと濁流とか使った時も確定で命中されたりとか、ね、覚えるか分かんないですか。まあ、見た目は確かごつくなったカモ、はい、カモのまま全部いくらしいんで、青りんごかっこいい系になる。まあ、青りんごでかっこいい系かかわいい系か、はい、どうだろうね。はい、まあ絵がないんで何とも言えないですけど。じゃあ次、炎タイプ、はい、ドラゴン川崎に角刈りの中を参戦します。一番厳しいゾーンですね。激戦ですね。じゃあ、今度いきますか。はい。